断言します、ツインパクトじゃなかったら 100% ここまで流行ってません。紅に染まりし者オーガクリムゾンビクトリー、上面が非文明のハチコスト、ヒューマノイドドラゴンハンターエイリアン、スピードアタッカーダブルブレイカー、アタックするとき相手とガチンコジャッジする、自分が勝ったら自分の山札の絵から3枚を見る、その中からドラゴン1体バトルゾーンに出しても良い、残りを好きな順序で山札の一番下に置く、下面の呪文が4コスト、シールドトリガー、パワー2000以下のクリーチャーを全て破壊する。現在は飛弾流世界やモルトネクストなどドラゴン大好きなデッキに採用されています。 X ジャパン所属のハンマユージロー、まず上面のオーガについて、スピードアタッカーダブルブレイカーという最低条件はクリアしつつ、アタック時にお互いのトップを1枚めくってコストが相手以上ならかなり期待値の高いガチャにチャレンジすることができます。当然ドラゴンデッキは高コストが主体となるので、ここのガチンコジャッジにさえ勝てれば最強クラスのめくりドラゴンとして運用可能。ただそれだけだとメタカードで簡単に止まれますし、モルネクの方が強いんじゃないのと思った、そんなあなたクリムゾンビクトリー、説明不要でしょう。先日紹介したシャークーガのダークオペレーションと同じく、ピタンガガガに対する最強の抑止力、踏ませれば勝ちレベルのトリガーで、革命ゼロトリガーを理解しているヒタンガガガほどしっかり貯めてから殴ってくるので、そこに対する最強最悪のお仕置きとして採用されています。ということで紅に染まりし者オーガクリムゾンビクトリー、反対ではそれほどだとしてもツインパクトとなると相乗効果で一気に採用候補に、やはり偉大なギミックですね。そして最後にこれだけ言わせてくれ、マジでイラストがバカクソにかっこいい。ぜひこのカードに対する意見感想などお待ちしております。それではまた明日のカード解説でお会いしましょう。